ストライク。まずは直球で決めています。打った。いやー、今のバッティングもったいない。打った瞬間にね、しまったと思ったんじゃないですか。2対1ジャイアンツ、ようやく1点を返しました。第1球打った。ショート取りました。川内ショートライナーに打ち取られました。これでワンアウト。バッターは1番の木村拓哉。今日4度目の対決はどうか。ストライク。初球縦の変化球、カウントワンナッシング。ストレート外れた。ワンエンドワンからボール、インコース外れています。ボールカウントワンエンドツー、ストライク。ツーエンドツーからボール、一球外しました。ツースリーから内野ゴロ、2を取りました。一塁へ。木村拓哉ショートゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。ピッチャー交代です。上原無念のナックアウトです。バッターボックスは2番東出。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。まず今日最初の対決はどうでしょうか。ライトへの大きな当たり、入るか。入りました。ホームラン。ボールはライトの頭上を大きく超えました。初球を思いっきり叩きました。まさに一発勝負。ホームイン。3対1カープ1点追加。甘いコースに入ってきたところ見逃しませんでしたね。なるほど。そしてバッターは3番ディアス。これで今日4回目の打席です。ワンナッシングから高め、ストライク。立て続けにストライクを取りました。カウント2ナッシング。内野ゴロ、西取りました。ディアス内野ゴロに倒れて3アウトチェンジ。8回を終わりました。3対1カープ追加点を挙げました。現在9回の表ジャイアンツの攻撃。この回の先頭は3番高橋由伸。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。ご覧のような数字です。ホームランは27本。これは際どい。見送った。ストライク。カウントワンナッシング。直球見送った。ボール。堀内さん、ピッチャーちょっと疲れてきましたか。はい、彼の場合はこの辺りが限界って感じですね。ということはもう交代という時期。そうですね、ちょっと疲れてきましたね。なるほど。直球見送った。ボール。ワンエンドツーになりました。インコースはストライク。タイミングが合いません。2エンド2になりました。際どいコースですがボール一つ外れています。 2-3 まで来ました。
ああ、ここでピッチャー交代です。川内、なかなかのナイスピッチングでした。そしてバッターは4番、松井。まだヒットがありません。今日はこのままノーヒットで終わるのか。ライトへの大きな当たり、入るか。入りました、ホームラン。ボールはライトの頭上を大きく越えました。大きな大きな特大アーチを描きました。ホームイン、3対2、ジャイアンツ1点差まで詰め寄りました。アウトコースの変化球にタイミングを合わせてうまく打ちましたね。そうですね。そしてバッターは5番、清原。まず今日最初の対決はどうでしょうか。ジャイアンツ1点返しました。カウント1ナッシング。大きなカーブはストライク、立て続けにストライクを取りました。ツーナッシングからストレート外れた。2エンド1からこれは決まった、三振。バッターボックスは6番、江藤。今日はホームランを1本放っています。カーブ、ストライク、初球空振り。ワンナッシングからストライク。ツーナッシングからインコース、ボール。一球外しました。2エンド1。内野ゴロ。野村取りました。一塁へ。レト、内野ゴロに倒れて、スリーアウト。試合終了。3対2。接戦の末、勝利をものにしたのはカープ。対するジャイアンツ。わずかに及びませんでした。今日の解説は堀内さん、中畑さん。そして実況は川村でお送りしました。堀内さん、中畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。